第4旋回行ったら着陸寸前のところですね。だから第3からこう入ってきたところへ敵がアメリカが真正面にいたわけです。何も真正面にいるとか私は行かなきゃいいもの、なんで行ったかこのバカがと思うんですが、実際にそこにいたんですよ。それが向こうも第4旋回終わって飛行場目が入ってきたんですね。それが向こうが瞬時私より早かったわけですね。だから真正面に向いちゃって、あの操縦桿の引き金を引きゃいいだけのことだ。私にもこれ一歩を出さなきゃいけないんです。飛行機寸前のところでもってブン爆発しちゃって、その爆発が操縦席の席までブワーッと炎がかぶりますね。これまともにかぶってるわけですよ。でこれはもうダメと思ったけども、最後になんとかこの火を消そうという意欲があって、飛行機を今度はあの垂直いわゆる傾ける垂直ですね。なぜかというとこれがフィーと横滑りで滑る姿を撮ると、なぜかというとふわーっと来る飛行機の炎、煙じゃなくてもう炎ですよ。炎をこう上に逃がしちゃうと、そして自分はこっちに逃げるということをやってるんですよ。これバカなもんや、のんけのことやってるもんだから早く死んじゃえばいいのに、こう大変な、ここでもってもう朦朧となっちゃった。でそれでも絶対このこう落ちるための足を突っ張ったままだから、この垂直になったら絶対譲らなかった。でこのまま水面に来ようとした時に、さっきの着水合計操作の集積がこのところでもってジャボンとこう来ちゃう、ジャボンとこう来ちゃうんで火がパッと消えますね。そこで意識もそれからもあと何も知らんけど、この何秒かの間の出来事をこうすりゃいいんだと、こうすりゃ怖いぞということをそれに抵抗してやってるから、よく気がついたなと思って我ながら驚いてるんですよね。あの何ヶ月か前までは激水をその誇ってた存在であったとしても、だあったとしても何もかも戦闘状態の武器は全部吹っ飛んじゃった後ですからね。客は出てるわ、もうフラップは開いてるわ、弾抜いちゃってるわ。弾抜いたら武器になるも何もないんですよ。これは思いちゃったですね。